僕できないんだよ、俺のボックスって。ピザーラみたいな、やっちゃうと、後ろが重すぎちゃって、そうそう、多分、ケツ浮く。こうなっちゃうと思う、多分。前が浮くか。前が浮いちゃう。だから本当は、箱みたいなの前につけた方がいいんだよね、本当はね。後ろが重いから、ボックスって。今素直に謝れば、留置場？留置場っていうか、だから被害届だから取り下げてあげるよ、俺が。被害届。普通に。そうすれば、上申書で終わるんじゃない？わかんないけど。どうだろうな、でも窃盗も、窃盗はどうなんだろうな。窃盗って、被害届あるなし関係ねえからな、あんまりな。もう事件として扱われちゃったら、こっちが被害届取り下げても、もう事件として扱われちゃうとダメなんだよな、窃盗に関しては。器物破損とかどうなんだろう、器物損壊とかはどうなんだろうな。パンコ入れしてると器物損壊はわからないけど、そうよ、窃盗罪っていうのもね、被害届出して提出しても、要は、傷害って、被害届出して、受理されました。被害届取り去れれば、下げれば、それが事件じゃなくなるんだけど、窃盗っていうのは、被害届出します。出した、警察が捜査します。じゃあ、後日、被害届取り下げますって言っても、もう警察の案件になってしまったら、被害届取り下げよう、取り下げないが、もう事件になってしまう。事件になってしまう。意味がないよね、あまりね。刃物所持は現行犯じゃないから意味がない。銃刀法違反でしょ？銃刀法違反はそもそもが、現行犯ではないと効力を発しない。例えば、本当に持っててはいけない刃物ってあるじゃん。日本刀みたいなやつ。所持許可が必要なもの。ああいうものだったら、ね、所持許可がなければ捕まってしまうけど、例えばナイフをその時持ってたとか、ダガーナイフ持ってた、ノコギリ持ってたって言っても、現行犯じゃないので、それについては罪にならない。マーポのエンドいらっしゃい。まあ、もう俺も逮捕されたら俺はもう本当に示談は応じないから。弁償もいらないです。弁償もいらないですって言うから。すごく怖い思い、ね、バイク切り刻まれてね、切り刻まれて、ね、怖い思いをしたので、ね、もしかしたら、あの場に自分がいたら、自分がね、刺されてたかもしれないので、って俺言うから、その時は。厳罰に処分を、ね、厳罰な処分をよろしくお願いしますって俺は言うよ。そしたら。そうだろう、だって俺がゲンチャリの前にもしね、帰ってきちゃっていたら、もしかしたら刺されていくかもしれないよ。恐ろしいからね。捕まっても不起訴？無理だろうね、窃盗がついちゃった時点で。器物損壊に関しては罰金の可能性高いような気がするんだよ、普通で言えば。ただ、まあ、USB 盗まれてるのでね、窃盗に関しては罰金刑が、なのよね。そう。なので、厳しいんじゃね？器物損壊と窃盗だから、二つじゃん。じゃあ、器物損壊の方を罰金でとか、そういうのないからさ。事件1個の併合裁判というものでやるから、ただ1個の事件だけど2個の犯罪を犯したところだからさ。まあ今だとね、だっけ、殺人未遂もね、もしかしたらつくかもしれないけど、なのでまあ2つついてるので、まあ間違いなく罰金はないでしょ。だからあれじゃないの、なんかもうね、
まあ怖いよね、気をつけて、うん、本当に怖い怖い、もう本当寝れないもんね、この2日間寝れないもん、全然寝てない、本当に全然寝れなくてさ、怖くて、うん、次は俺がやられるんじゃないかなと思って、全然寝れないよ、うん、毎回寝れなくて、十条期だよ、十条期、丸いらっしゃい、うん、さすがにね、やっぱネットって怖いよね、ネットってね、何でも匿名だと思ってるから、社会に出ても匿名だと思ってるんだろうな、うん、面白いかと思ってやりましたみたいな言い訳する、あー、まあそんなこと言ったときはすごく心証が悪くなるよね。面白いと思って犯罪を犯していいのかっていう話になるから、まあ心証は悪いよね。被害届を出すの？被害届はもう出したけど。その日に警察来て出したでしょ。俺が被害届書くんじゃないぞ。警察が代筆して、俺はサインするだけだからね。びっくりした。ほんと、開いた口が塞がらない。すぐ出すに決まってんや。何のために俺は警察官待って警察の聴取1時間ぐらい食らったんだろう。いやー、まあでもあれだろう、人が捕まるまでそんな早く捕まんねえだろう、また3ヶ月ぐらいかかるんだろう、どうせ、だって犯人特定しなくちゃいけないんだからね。まあ、車とかバイクの免許を持ってて、ね、乗ってて、違反切符切られたとか、そういうのがあれば、わかんないけど。いや、バイクはちょっと持っていかれたのは痛いけどね。バイクが持っていかれたのは痛いけど、まあ、幸せですよ、僕は。ハンドル交換しねえというのは買わねえと、また金かかるよ、本当に入ったな。あ、それリスワンの 1万円もらった、今日もらった、帰ってきたら1万円もらってた、うん、今日1万円もらったわ、そういえばリスワンの見事、リスのワン取りまして、ただまあ嬉しくないよね、嬉しくない。だって、このリスワンって、だって、あれでしょ？このリスワン取ったのって、バイクが犠牲になったやつでしょ、これ。本当に。バイクが犠牲になったんだ、これ。バイクが。じゃ、バイクが犠牲になってリスワンだからね、これ。言っとくけど。嬉しくないでしょよ、うん、本当に、でかいよ、だってそれ以上にお金かかってんだから、うん、足もいらっしゃい、言いたくないよ、でもそれでも多分あの時はリスナー多かったから、基本的に平均リスナー多かったからね、500人とか600人ぐらい常にいたから、まあ多かったけどね、バイク配信し、バイクっていうか心霊配信やってる時は、
もう全部もう買ったからさ、あとはまあハンドルだけか、グリップか。グリップなんか3、4000円で売ってるからさ、まあ買って、ちゃちゃちゃっと。なんか今日目が痛いんだよな。なんか目が重い。疲れちゃって。なんだろうこれ。目が重いんだよな。最高1000超えてたね。でもあんなん、1000超えてもさ、あれ、たぬき枠だったでしょ、確か。たぬき枠だったからさ、またわけわかんねえさ、ね、奴らがいたでしょ。もうね、金杯の放送大好きそうな人ですよ。目が疲れてんだ、俺。なんか、重いやん、今日。今日9時からちょっと放送やっていい？ 9 時から。ちょっと目冷やしてちょっと横になっていい？目が痛い、ちょっと。なんか重いんだよね。なんかチカ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 するんだよ。じゃ目が多分これ、目冷やす、ちょっと。あ、ライゾーさんありがとうございます。ということで9時から、9時ちょうどにやります。9時ちょうどに。で、ナイス押してください。ナイスをね、今日最終日なので、最終日っていうか、この10日間のやつは最終日だから今日。俺ないよ。マジで。あ、うなちゃんマンコ。大丈夫だろうな。11になってねえだろうな、俺。本当に最終。